イールズ生命反対闘争イールズ生命は連合国軍占領下の日本において行われた連合国軍最高司令官総司令部民間情報教育局顧問ウォルター・クロスビー・イールズによる生命及びそれに関連して行われた共産主義者の大学教授を追放しようとする動きを指す。これに反発して行われた学生運動についても記述する。 北海道大学でのイールズ公演反対集会第二次世界大戦終結後 GHQ スキャップは日本の民主化を推進したが労働運動の激化冷戦の勃発に伴って占領方針を反響に転じたこれに従い民間情報教育局顧問であったイールズは1949年7月19日新潟大学開学式の祝賀演説で 学問の自由という大学の最も重要な権利と義務の名において、我々は共産主義者として知られる大学教授をあえても等と,としないのであると述べたのを、川切に岡山大学、広島大学、大阪大学、法政大学など二十数校において、共産主義教授は除かるべきだという反響演説を行った。この演説は GHQ の意向であると取られ、 いくつかの大学では赤教員に対する退職勧告が行われたほか、翌1950年にかけて小、中、高校の教職員約2000人が解雇された。また1949年9月には国家公務員法に基づく人事院規則が公布され、これにより国立大学教職員の政治活動の禁止が規定された。これに対して、 南原茂党大総長らは反対の意思を示し、全国大学教授連合、日本学術会議は反対決議。声明に対する反発、及び日本共産党が、判定、反戦の態度を表明したことに伴い、全日本学生自治会総連合は1950年5月20日、第4回大会において、範囲イールズ声明、反帝国主義闘争を決議し、 イールズ生命反対闘争を展開した。全学連大会以前にも1949年11月には山口大学で生命反対ビラ張り出しが行われたことを筆頭に学生による反対闘争が行われた。東北大学ではイールズ来訪の日時を高橋里美学長が講示しなかったことに反対して共産党細胞が イールズ来訪当日の1950年5月2日、演壇を占拠し登壇していたイールズを立ち往生させる事件を起こし、2名の学生が逮捕された。同月16日には、北海道大学で演説拒否運動。30日には、東京大学をはじめとして、観光私立10数校から8000名が、抗議大会を行い8人が検挙された。ありがとうございます。